私がやること、常に私自身と向き合い、内なる声耳を傾けるために、私軸を保ち光り輝くことが必要不可欠。愛の発信、委ねのステージ。一点集中するのみ、それを伝えるために生かされている。他のことはできない、私がすることじゃない。